聞こえる？聞こえる？みんな。ただいま。ひどくない？今日は2018年の5月の3日12時46分です。はい、みんなお疲れ。ひどくない？俺さ、頑張ってたのにさ、聞いてた？香川さんの放送。みんな聞いてた？言い過ぎでしょう、香川さん。言い過ぎだと思わない？どう思った？バカありがとう。ダンカンさんのこと悪く言い過ぎでしょう。いや、電話切られたんだもん。ダンカンさんのこと悪く言い過ぎでしょう。傷つくよ。あんな口が達者なさ、ペラ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 さ、喋りが上手い人にさ、そんなさ、こっちは何ヶ月かけてると思ってんだよ。ブッキングとかよ、企画とかによ。え、俺がバカだっただけなの？ひどくない？言い過ぎだよ、いくらなんでも。あ、ネットで力持ってるからってさ、もっと後輩のことを可愛がってくれてもいいじゃん。鯉のぼりありがとう。ひどいよ、ちょっと、香川さん。さすがに傷つくわ。どう思った？みんな。ちょっと言い過ぎだよな。かわいいかわいい。ワドちゃんと、ダンカンさん。鯉のぼりありがとう。なんでなんだろうね。なんか芸能人に対してやたらアレルギー反応ですよね。あ、よっさんとかもツイッターでぶち切れてたんだけど。見てなかったの？猫助さん。香川さん1000人の前でフルボッコにされたんだけど。田中？情けない？引いた？いや、田中のコメントが嬉しかったから田中を守るために俺は凸に上がったんだよ。頑張れ、和道って。田中引いたの？田中のために戦ったんだよ、俺。過疎なのに。悲しいわ。マジかよ。敵だらけだな、マジで。リスナーからしたら芸能界も配信界も関係なく化学反応を楽しみ。ああ、ありがとう、ルシー。もうそれが狙いだからさ。本当に。いや、見てたよ。田中が頑張ってくれたから俺凸上がったんだよ。ごめんな、田中。負けちゃったよ、口喧嘩で。田中ほんとごめんな。いや、でも和道さん、頑張れって見てたから、俺。田中が叩かれてるのが許せなかったの。俺の田中が。俺の田中がいじめられたのが許せなかった。そんなに悪い企画か？いい企画だと思わない？だってネルさん出るんだよ。ネルさんも出るし、ホナちゃんも出るんだよ。悪くないじゃん。そう思わない？ネルさん、ホナちゃん、柏木、野良猫、バンナムさん、3倍目光る、アキラッパ、野田ゾーリ、ヒドンナ、荒野、海宝、踊る便所太郎、小島グランプリ、エイメン、アグリン、卵味噌、アチョカルベイビー。ねえ。ネルさんも参加も決まってるっぽいよ。見てみる？ちょ待って、ネルさんのツイート。これネルさんのツイッターなんだけど、こんな無茶ぶり系企画なんか俺のためにあるようなもんじゃん。まずツイッター見ましょうか、みんなで。こんな無茶ぶり系企画なんか俺のためにあるようなもんじゃん。たけし軍団を見て育った代表選手として、ダンカン塾表明。参加配信者たちのお手並み拝見と、ライバルたちにね。配信者なら何でもやれるよな、つって。いや、ネルさんも決まってるじゃん。ね。だから、公式の方見てみたらわかるけど、これ公式なんだけど、スタッフさんがもう、ほら、ほなちゃんネルって書いてあるじゃん。参加表明配信者、ほなちゃんネル、柏木、野良猫、ワンナムさん、ヒカルくん、アキラッパ、野田ゾーリ、ヒドンナ、荒野、海宝、アチョカルベイビー、卵味噌、アグリン、エイメン、小島グランプリ、便所太郎。ねえ。なんかさ、別に出たい人が出てさ、出たくない人が出ないってだけなんじゃないの？
なんでこんなアレルギー反応出してるのか全然意味わかんないんだけど。ダンカンさんはね、構成作家だと、放送作家だと。あの裏方もやりつつ表もやってた人、87号さん。いや、俺香川さんは別に配信者としてすごい人だとは思うのよ。別に喋りもうまいじゃん、閲覧もある、沸かせる、便乗売名、何でもできるじゃん。企画だってできるんだよ、香川万博って。俺正直言って香川さん大好きだよ。でちょっと男気があってかっこいいじゃん。なんか下から来んなやって、俺あそこは否定してないの。かっこいいじゃん、配信者を代表して俺らにさ、もっと対等に来いやみたいな、かっこよくない？そう、そこは俺すげえかっこいいなと思った。ただフェアじゃねえみたいな、俺らは搾取されてるみたいな部分だけあのツイッターで言ったのよ。そこは違くないですかって、一点だけ反論いいですかって。どうなんだろうね、なんかテレビに対してなんかアレルギー反応持ってたよね。あれはなんかおかしいよ、どう考えても。俺は香川さんのそういう配信の男気やろみたいな、なんか俺らは頭下げんねえへんでみたいな、ええんやでっていう感じ好きなのよ、うん。でもちょっとびっくりしたのが、なんか40分ぐらい経った時にお腹いっぱいになったから怒りが収まってきたって謎の文言を言ったの。閲覧400ぐらいの時に40分経過して、お腹いっぱいになってきたらなんか怒りが収まってきたっていう謎の文言を言ったんだよ、あの人は。ただ腹減っててイライラしてただけなんじゃないのって思わない？お前がただ肉食いたいから枠開いて、ネタ見つかったわ、売名できるわ、お腹いっぱいになったわ、お腹いっぱいになったら怒り収まってきたわって、お前それただの腹減ってるだけだろデブみたいな、そうじゃないの？そう思わない？あくびしたらダメ。俺あくびなんかしてないよ。え、なになに、あくび、何のこと、あくび。うん、でだからダンカンさんは別にこの企画やりのメリットあるのってあるじゃん。なんかなんつうの、いやあるでしょ、ダンカン塾は10年間ね、あのやりたいことだったっていうことなんだから。こいのぼりありがとう。うん、ねえ、芸能人アレルギーだよねあれ。アイテムありがとう、バー和骨。だからさ、別にさ、出たいやつは出ればいいんじゃんって、出たくないやつは出なきゃいいんじゃんとかで終わりでよかったんじゃないかなとか思うんだけどね。なんかあそこまでなんか言われるとおかしいでしょ。俺スタッフさんがその配信者の人にもなんかこう日の目が当たるような感じとかさ、なんかこう有名になれる人とか発掘できたらいいっすねって本当に見てたから、裏の動きを。焼肉代稼ぎたかったの？最低だな。クリムトさんこんばんは。ダンカン側の具体的なメリットは、憶測でもいいから教えてよ。フォロワーが増えたりとかするんだ。ダンカンさんツイッターとかネットのことわかんないの。だけどウェブの時代だっていうのはさすがにわかってるわけじゃん。で今度アベマ TV にもダンカンさん出るのね。だからそのインターネットが力あるっていうか、これから伸びてるっていうのはわかってるから、そこでなんか基盤を作れるっていうのはでかいんじゃないの。普通にそこはメリットだと思うよ。でもそこってさ、ダンカン側じゃだけじゃなくてさ、出る側にもメリットあるじゃん。出る側だってなんかこういろんな人と企画とか座組とかさ、企画も何も用意しないに乗っかることができるんだから、それは制作者側の人が役割分担じゃないの。みんながみんなメリットあるでしょって俺は思うの。うん。ねえジェラードさんね、嬉しいよね。みんなありがとね。みんなのおかげで、でもなんかこうちょっと香川さんには叩かれちゃって、よっさんにも叩かれちゃったんだけど、なんか俺は出るよっていう人も言ってくれてるからね。ほなちゃんも出てるしね。いやだってさ、いや香川さん好きだよ俺正直。ただ言ってることは間違ってると思ったから。俺運営さんの動き見てるし、あのね、そのどういう意気込みでこの企画やってるか知ってるので。香川さんって見てなくて適当に言ってるんだよ。もちろんもちろん、出るも出ないも自由とかじゃないのよ。オファーかけてないの、少女 A さん。ダンカンさんがツイッターで配信者求むっていう動画を出して、それに対して怒ってんのよ。うん、小島さんとは電話で話した。いや結構傷ついたね。結構ボロクソ言われたね。うん、出るも出ないも自由じゃなくて、ダンカンさんが、ダンカンさんっていうか、ある北郷さんの YouTube チャンネルで配信者求むってで、あんだけ言われるんだよ。俺は出れないの、マッチルダ。
それ昨日ずっと説明したんだけど、俺実は裏方でずっとやってたんだよ。ずっと何ヶ月も実は動いてたので、ああ最近打ち合わせとかってあれだったんだっていう話になったのよ。で俺は自分が出るために配信者プッシュしてたの。 YouTuber 使おうか一般人使おうか配信者使おうかって、配信者これだけ面白いですよとかこういう人いますよっつって、やっとそのダンカンさんがその企画やるっていう流れが決まって、もう大変だったんだよ。その人は決める、組む、ある北郷さんに説明する、ダンカンさんに説明するとかさ、チャンネルを作るとかで、第1弾どうするっつったら、じゃあ配信者で行こうってやっとなったのよ。で配信者も喜んでるわけじゃん。そうで俺も出れると思って、じゃあ僕も出ますって言ったら、いや内情してるからダメだよってなった、そう勝手に鎖国したら嫌だよね。別にネットはツールでしょっていう、っていう感じ。ありがとう、挨拶だけありがとうございます。花火ありがとう、ありがとうございます。感情的になったのはごめん、バーヤスさん、ちょっとあんまりにももうずっと言うからごめん、アスペが発動しちゃったの、もうごめん。それは俺が悪い、それは正直俺の悪いところだと思う。俺も最後の方何言ってるか全然分かんなかったけど、香川さんに電話切られちゃったよ。なんて言ってた俺最後の方、全然覚えてないんだよね。とりあえず無事切れた。ゆうさんありがとう。そうそう、ウィンウィンな関係目指して行こうっていう風に運営さんすごい頑張ってるの知ってるから、なんであんななんか俺らは搾取されてるみたいな、全然違いますよ香川さんみたいなっていうこと。香川が、そうだよ、香川さんが肉食ってる間俺別にギャラもらうわけでもなくて、ずっとさ俺も勉強させてもらってたんだよテレビ業界のことで。俺は配信業界のこと聞かれたら全部答えてたの、正直に。いや前科者もいますよと、クズもいますと、働いてないやつばっかりっすよって。でもふわっちができてとか、ニコ生こういう歴史でとか、香川さんの名前も正直出しましたよ僕。詳細送られてないんですか。僕から送りましょうか。多分スタッフさんから送られてくるはずなんですよ。もしあれだったら僕送りますけど、ベンドさん多分スタッフさんから待ちます。っていうかツイッターに URL 貼ってあるんですよ、参加表明のところに。いやちょっとその辺はスルーです。いや違うの、っていうかね、ダンカンさんは結構クズが大好きで、クズを集めてくれっていう指令で配信者っていう流れになってるから、だからダンカンさんは別に自分がクズじゃないなんて言ってないの、清廉潔白だなんて言ってないのよ。なんか面白くて突拍子もない、なんかとんでもないやつが見たいって言ってんの。ダンカンさんそういう人が大好きなのよ。だからいいと思うんだけどね。ネルさんとかも出るってね。なんかニコ生とツイキャスからはまだあんまり表明ないけどね、ふわっちとニコ生の大手配信者が同じ座組で出るって番組見たことないけどな俺。ダンカンバカ野郎だっけ、そんなこと言って通話切れてました。そんなダンカンさんが何やってくれるか楽しみした方がね、生産的だよね。やりたいやつやればいいし、興味ないならスルーしとけって感じ。なんかゆいがさんも朝ディスってたでしょ、で次の日香川さんでしょ。なんで2日連続で大手にこんなにディスられないといけないの、1000人単位で。ティロフィナーレ香川とのやり取り見たいな。和道の配信履歴、いや香川さんの配信履歴、香川さんの配信履歴で多分40分ぐらい経過した、3、40分経過したところだと思う。さっきの枠のふわっちだよ。ただいいものをマッチングさせないように、いいものをマッチングさせようっていう企画、そう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 、やってみないと分かんないと思う。こける可能性もあると思ってんの。俺らはそのプレッシャーの中でずっとやってるわけですよ。だけどもうシュミレートしたりとか、毎日会って顔合わせたり LINE したりとかずっとやってるわけだから、別になんかなんて言うんだろうな、もう頑張って、まあまあ頑張ってりゃいいって問題じゃないけどね。別に変な感じじゃないと思うんで。
パイセンは時期に DM でオファー来たって言ってたな。それは知らん、俺は、うん、DM でオファーが来たの？来てないと思うよ、うん、多分。ただいいもの、あ、これは読んだか。鯉のぼりありがとう。無料アイテムありがとう。なんかね、なんかきな臭いというか、なんでこんなギスギスするんだろうなっていう。なんだろうね、ダンカンさんになんかやられたのかな、昔。デビット・アーロンソンさんいらっしゃい、ワドウです。もし面白かったらフォローしてってください。ワドウです。池上くん誘った、あ、いいよ、全然。池上、あ、じゃあ、リツイートの仕方を教えてあげてよ、アグリーン、もしよかったら。誰でもできるから。もうやり方分かったでしょ。ただ、コメントつけて、ランカン塾参加表明ってやって、その、なんつうの、自分の思いを書いてリツイートするだけだから、アグリーン、もしよかったらやり方を教えてあげて。うん。ヒトラーさん、おはようございます。ダンカンがふわっちやって面白いとは限らない。タミラ・アツシも。俺もそれ思ったんですよ、立花組さん。だから、みんな結構企画の内容を誤解してて、書類審査が通ったら数十人ダンカンさんのところに集められんので、楽屋とかも放送 OK にしてんのよ。で、ただダンカン塾のそのなんつうのメインスタジオに入るときに、あのカメラはこっち側だけになってんのね。それが YouTube ライブで放送されんので、1人5分自己紹介するのよ。あの便所太郎ですみたいな、僕はスカイダイビング配信とか何々やってました、トゥクトゥクで今日本全国回ってますみたいな。で、こうやり取り質疑応答の後に面談が終わったらその場で、よし便所太郎くんは何々をやろうって言って無茶振りをされるのね。で、もうそれで終わりなので、あとは受枠でずっとやるの。いつまでにこの企画を達成せよっていうミッションが与えられて、あとは受枠でやってもやらなくてもいいので、その数十人の中から最終的に動画のタイムシフトとか動画を見てダンカンさんがこいつ合格っていう、認められた人だけダンカン塾1期生なのよ。面白いでしょ。だから生放送、俺その YouTube ないだけでやるっていう企画を、それはダメだって言って、その配信者にそれじゃうまみがなくなっちゃうって言って、俺そこプッシュしたのよ。配信者は花火で稼いでるから売名させてあげてくださいって言って、で何回も何回も説明していく中で、ほうほうほう、こういう仕組みなんだってなって、やっとそこ通ったんだよ。なんか配信者うまうまじゃない？どう？ダンカン塾で何を勉強するのっていうのがコンセプト分かってないの。そもそもダンカン塾っていうのはビートたけしさんのところに弟子入りした人が、ダンカンさんが集まってたの。ダンカンさんが面倒見てたの、後輩。なんか後輩6人とか済ませてて、そのビートたけし軍団の中ではその後輩の面倒を見るダンカンさんを鬼軍曹って言って、ダンカン塾って言って呼んでたの、もともと。だからダンカン塾っていうのは企画じゃなくて、もともとやってたことなの、ずっとたけし軍団で。その中で無茶ぶりをさせられたりとか、芸人が辞めていくのよ。でダンカンさんである程度何ヶ月かするとみんなが認めてくれて、よしって言ってたけし軍団に入れるって流れの、正式に。だからそれを配信者でやろうっていうだけなの、パッケージを。わかる？だから何を勉強するのじゃなくて、ダンカンさんの無茶ぶりに応えられる塾生を集めますっていう企画なの。わかる？配信者バージョンのダンカン塾1期生を募集するってこと。OK。うん。国尾さんいらっしゃい。ダンカンさんの立ち位置が上だっていうことですよ、企画の内容が。俺は上だと思ってるから。俺はそもそもそれ、ティロフィナーで香川さんに言ったんだけど、世間一般で見て香川さんのリスナーが香川さん上だよって言ってるのはいいよ。ただ世間一般で 見たらダンカンさんと香川さんどっちが上だと思う？皆さんどう思います？俺はまともな感覚として、いやダンカンさん上でしょって言ってるの。何十年もテレビの現役で放送作家とか構成作家やって、タレントとしても一流で名前もみんな知ってる、普通に上でしょって思いません？そう。で、その人に対して、そんなん知らんわ、対等にやろうやって言ってんの方がおかしいでしょ。世間一般で考えて。香川さんのリスナーがそうだそうだって言ってる分には構わないよ。どう考えてもダンカン、まあ、どっちもしたって言われたらね。俺は別に普通にダンカンさんが、なんか別に変なこと言ってないと思う。ねえ、ダンカンさんすごいよね。だから、俺は、なんつうんだろう。テレビタレントになるとかじゃない。うん。香川さんが上にしてるわけじゃなくて、配信者をダンカンさんの下に置いてる行動がギスギスする。じゃあ出なきゃいいんじゃん？そう思うなら。
ていうだけなのよ俺は。別に香川さんがそう思ってるのを否定してるわけじゃないの。ただ世間一般的には別にダンカンさん上だし、そもそもで出たくないなら出なきゃいいですじゃないですかってずっと言ってたの俺は。わかる？配信会では香川さんの方が上だと思う。いやだからそれは別にそう思ってればいいわけじゃん、香川さんのリスナーさんが。でも世間一般で香川って誰って言われると思うよ。うん、上にいたいやつは持ち上げて気持ちよくさせてやればいいじゃん、こっちは利用する気しかない。だから売名できると俺は思ってる。俺は正直出たい、うん、っていうだけで、ネルさんとかホナちゃんとかベンジョ太郎さんとか小島グランプリとかヒカルくんとかトムソーヤ池上とかアグリンとかいろんな人がいやうまいじゃんって思ってるだけだと思ってんの。ただそうじゃない、いやこの番組出た方が美味しいじゃんって思ってるだけだから、ただそれだけの話にしか、そうただの嫉妬にしか見えなかったんだよね。かなんかトラウマか、なんかよっぽどなんか芸能界に嫌なことされたのか。うん、いやだからそれを利用するのが卵味噌の腕なんじゃん、配信者の。いやダンカンさんに会いに行きたいから応援してくれよとか、呪縛でバンバン宣伝してその書類選考受かるように頑張ればいいんじゃん。あ、職人気質だね香川さんは。今までなかったことはまず叩かれますよね。まあまあいいんじゃない、別に俺は叩かれても叩いてることが悪いって言ってんじゃなくて、香川さん矛盾してませんって言ってるだけだから、ただ単に。ダンカンに振られた無茶ぶりを自分の企画にすればいいってだけ、そういうことです、サザムシさん、そういうことで。別に破っても構わないし、ミッション達成しても構わないの、放送放棄しても構わないの、ただ落ちるだけだから、誰も強制してないの、誰も強制してないの、わかる？うん、だから別に何つうんだろう、アベマとかでやらないの、アベマではやんない今回。うん、うん、俺は竹下軍団入りたくないよ、うん、そう難しく考えすぎっていうか、なんか理屈こねすぎだと思ってんだよね、うん、野田にはぶられて町会議にも出れなかったから嫉妬してる。いやそれならそうって言った方がなんか説得力生むと思うの。俺は普通に今回面白いと思ってやってるし、結構チャンスがあると思ってやってんの。でダンカンさんにもうまみがあるよ、あのネットで仕事が作れた。で配信者はダンカンさんの名前ネームバリュー使える、番組はうまくいく。誰が損すんの、リスナーさんは楽しいんだよ。いや番組こける可能性あるよ、前代未聞のことやるわけだから。だって長期の番組で1期生2期生3期生ってやるわけだよ、今回こけたら終わりだよ、リスク取ってんの運営さんじゃん。じゃあカメラマン、テレビ、構成、企画、ブッキング、ダンカンさん呼ぶこと誰がやったの、運営さんじゃん。3ヶ月4ヶ月かけてんだよ、それを参加表明ってリツイートでダンカンさんにポッて会えるチャンスがあるんだよね。え俺ずっとそれを自分が出たいからずっと裏方でプッシュしてたんだよ。その間花火もらえないんだよ俺、仕事にならないんだよ俺、ずーっと動いてたんだよ。なんであんなこと言われないといけないの、あんな焼肉食ってるだけでいきなり人の批判して花火もらって焼肉代くれよっつって、あお腹いっぱいになったからもういいわっつって、何それ、何それ、ギャラ出るわけないじゃん、うん、何それでしょ、めちゃめちゃだよな本当に。テレビに出るとかないよ、特典は一応、最優秀者には、最優秀者、一番面白かったやつはビートたけしからコテハンがもらえる、うん、ビートたけしからコテハンがもらえます、うん、で配信者にフォーカスされてやっと日の目が出るわけじゃん。逆に言ったらさ、テレビに利用されるじゃなくてさ、ネットの中でずっと何十年もあんなことやってたからテレビ業界の人間が相手にしなかったと思わない？あんなことさ、家の中で俺らが強え俺らが強えって芸能人勝手にこき下ろしてさ、自分たちで悪口言ってさ、世間に居場所のないやつがガンガンさ、あの羨ましい羨ましいっつって、こんなのクソだよこんなのクソだよってやってたから相手にされなかったんじゃないの？違う？こんな力も持ってねえし、キャン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 部屋の中で吠えてるやつら相手にするわけねえじゃんって言わない？ニートの遠吠えだから相手にしないんだよ、実力がねえから頭下げられないんだよ。俺らはダンカンさんが
こう門を開いたところまでは作ったよ。おう、かかってこいよって弾丸所来いよ配信者っていうところまでは作ったよ。作れないんでしょ、じゃないの、作れなかったんじゃないの、今までの人はそういう動きをしてこなかったんじゃないの。どうどう、俺言ってること間違ってっかじゃないの。部屋の中でなんか理屈こねて自分の中の正義感を振りかざしてただけで、広いところに行こう広いところに行こう日の当たるところに行こうって全然やってなかったじゃん、うん、めちゃくちゃだよ本当に。だろ、うん、めちゃくちゃだよ本当に。俺は少なくとも配信者とか自分が自分たちがだよ、リスナーさんも芸能人と便所さんがダンカンさんに指令されて、で便所さん何やってくれんだろう、卵味噌何やってくれんだろう、ネルさん何やってくれんだろう、誰が勝ち上がるんだろう、そんないい企画ない、どうどう、いや俺冷静に見てって言ってんの、普通に見たくない、見たくないっすか、出たくないっすか、配信者だったら。違うの、配信者が儲かり出したから声かけるって言ってたけど当たり前じゃん、遊びじゃねえからなテレビマンって、ねえキューピーさんそう思うよね、ネルさんもやるって言ってる、うん、遊びじゃねえんだよって、暇じゃねえんだよ、大人は働いてんだよ、仕事でやってんだよ、みんな一生懸命自分の中で腕磨いてやってんだよ、そんな遊びでやって儲からない、予算が取れない、数字が取れないところに声なんてかかるわけねえだろバカ、そうじゃないの、やっと配信者とリスナーさんとふわっちとかがこうやって稼げる空間作って配信者の地位が上がってきたから、やっとやっとチャンスが来たんじゃないの。いや悔しいよ、うん、金絡むから配信者使うっていうのは俺は普通なことだと思ってる、俺は普通なことだと思ってる、 YouTuber も金掴んだからテレビ出れるようになったじゃん、普通でしょ、うん、いやちょっとねもう香川さんとよっさんで69見たいですね僕は。ねえネルさん普通に俺はやるよっつって普通にかっこいいよね。逆に香川さんとか何なんつうのゆいがさんとか別になんか評論してるだけで、逆に弾丸塾っていうタイトルつけなきゃいいじゃんって思わない、ディスるんだったらなんでその名前使うのって思わない、ちょっと嫌なことがあってとあることでって言えばいいじゃん、自分のトークの中で弾丸塾ってやるならいいけど、お前がダンカンさんの名前使ってんじゃないのって思わない、違う、俺別に配信者が上とか下とか思ってないよ、うん、ただダンカンさんの方が世間一般的には香川さんよりも有名だし俺よりも有名だから俺はリスペクトが必要なんじゃないのって言ってんの、人として、配信者としてじゃなくて人として、うん、ただそれだけ、うん、で俺は考えてる、俺はね、ただ香川さんの考えは俺はなんつうの、搾取されてるとかフェアじゃないっていうのは違うんじゃないですかっていうだけで、配信者も頭下げんなやみたいなのがかっこいいなとは思ったよ、うん、向こうから来させるんやっていう、俺はあれは正直かっこいいと思ったの、だから否定はしてないの、ツイッター見て、俺何度も言ってるけどそこは俺香川さん言うなって思ったの、この人やっぱすげえな、大手だなって、俺にはできねえなって、俺も見習わないとなって、ただ搾取してるは違うでしょって、何ヶ月も何ヶ月もどれだけの人が動いてると思ってんのって、その環境を配信者も美味しくなる、運営さんも美味しくなる、ダンカンさんも美味しくなる、全員勝ちじゃん、全員が美味しいと思ってるから企画は成立するんだから、うん、だから香川さんの金が儲かったから寄りついてきたみたいな言い方は違うんじゃないのって、うん、と俺は思ってる。あーゼロセンさんいらっしゃい、そうそう、企画参加しなくて批判してもいいと思ってんの、ネットだから、俺はそこは否定しない、いくら言ってもいい、ただじゃあ普段の放送で全然人集まってないじゃんふわっちで、1000人集まることあんのって、弾丸塾の名前使って売名してるだけだろうって、
ダンカンさんの名前使って批判してるだけにしか見えなかったよ俺は、うん、というのがまあ言いたかったかな。まあ言ったけど、うん、いやさっき言ったじゃないですか、香川さん俺はかっこいいと思ったんですよ。だからすげえ大好きですって書いたじゃないですか。なんか香川さんイライラしてて、なんかその俺は普通に香川さんのこの部分、ちょっと待って、元の発端言いますよ。香川さんキャプってくんなかったから、ここね、俺はちゃんと見せるから。香川さんのこういう強気な発言が大好きですって、反論は1点だけ。ずっと裏方でスタッフさんと数ヶ月打ち合わせをしてきましたと。で香川さんのこれ引用ね、美味しいところだけを使おうとするテレビ側の人間とありますが、配信者が活躍できる場を作ろうとみんな必死で動いてきました。参加する全員が美味しくなるように頑張りますっていうのに対して香川さん、いやだからそれが美味しいところだけ使っとるねん言うとるねん、今までいくらでも配信者はおったわけや、自分たちの利益がありそうかなって時だけすり寄ってくんなって言ってんねん、しかも殴り込みやら熟成やらなんやら、なんで上から目線やねんアホかって。でこの後半ね、これに対しては後半のご意見に関しては何もありませんと。要は ここは否定してないの。香川さんかっけえなのよ。ただ俺にも立場あるから、後半のご意見に関しては何もありませんと。ただスタジオやカメラ、企業の構成やブッキングなど様々な人が一生懸命働いてるんですよと。一つの番組を制作するために何ヶ月も時間かけてますと。で芸能人と配信者が一つの企画を行うことが配信、美味しいところだけ使ってくるテレビ側の人間なんですかって質問したの、俺は投げかけたの。でそしたら、様々な人間が動くのはお前の都合だと、そっち側の都合だと、後半側の絡んでやってる感が出てるのは、いや ここは否定してないんだから、一緒に何かをして盛り上げようっていう気概が見えないと、まずそこから直せと。それは芸人が俺たちの素人に絡んでやってるっていう、要はフェアな立場でやれと。で俺はダンカンさんの何十年も芸能生活があって実績を残してる方と配信者が共演できるのはフェアだと思う、ここで終わったのよ。で香川さんは枠を開いたんだけど、俺はね香川さんのその男気とかそういうかっこいいところ突っかかってることを一切否定しないから。だけどあのね、なんだろう、フェアじゃないとか搾取されてるとかじゃないと思うっていうのが俺の意見。何コロコロ変わるって、うん、あまあまあまあ いやいやまあでも香川さんのなんだろう、芸人から頭下げてこいやっていうのは別に本当だなっていうか、俺は勝負の仕方が違うんですよ。香川さんはそこまで上がってやるっていうけど、それを見せてやる番組を作ってやるなんですよ。その番組を作ら、え？もしもし。あ、疲れー。あ、ご無沙汰です。なんどうしたのどうしたの？いや、今度ダンカンさんの企画でちょっと、はい。はいはいはい。で、香川さんにディスられて、それでちょっといじめられたんで枠開いたんですよ。あ、そういうこと。あ、はい、LINE 教えていいよ全然。あ、了解です。うん。で何？ダンカンの何がある？ダンカン塾って言って無茶ぶりをする配信者をダンカンさんが募集してるんですよ、番組で。はい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 。で僕ずっと裏方やって配信者の説明をしてて、で、うん、じゃあ配信者で集めようということに番組スタッフがなったんですよ。それどこでやるの？ YouTube ライブでやって、で各自配信者が受枠に持って帰って受枠でミッションをこなすっていう感じです。あ、例えば課題を出して、はい、例えば18金カレーを食べるとかいう課題を自枠でやるってこと。そういうことです、そういうことです、簡単に言うと、でそのミッションを、ミッションと面接だけは YouTube ダンカンさんの公式でやるっていう。ああ、なるほどなるほど。はい、あくまで YouTube 発信でこの持ち帰ってはいやると、はい、そうです。まあ企画案件だよね、だから要は。そうですね。それで Twitter で募集してたのを、あのただ説明香川が、そうです、気に入らねえと。気に入らねえ、じゃあ参加しなきゃいいじゃんね。なんですけど、俺らが儲かってきたら奴らがすり寄ってきたみたいな感じですね。
なんかさ、そこ勘違いしてんだよね、香川とか、金杯とかは。テレビ局っていうか、あの人たちには勝てないから、ですよね。100%。ですよね。当たり前であの人たちは仕事でやって何十年もそういうことやって、はい。脚本がありの、はい。そういう、もう大人たちの仕事で、はい。俺たちが儲かってきたって、別にリスナーからさ、金恵んでもらってるだけじゃん。そうですね。仕事ですね。よね、向こうは完全な。そうそう、向こうは仕事で、はい。そうやって YouTube とかで、はじゃあそういう企画やりましょうよって持ちかけられたからやってるだけで、い。はい。それがね、儲かったからや来たって、当たり前じゃん、それは儲かりごとにはさ、そのはい。鼻が敏感な人は来るわけだよ。そうですよね。だからは自信がないんじゃない、自分が生き残る。ちょっとよくわかんなかったっすね。ね、別に、だってそれは和道が受はい。け負ったことで、あ、じゃあ僕やりますよって言ってツイートしたんでしょ。そうです。あ、いや、違います。僕、裏方で配信者をプッシュしてたんですよ。配信者使ってくださああ、いっなて。るほどね、なるほどね。だから、僕出たいって言ったら、裏方でもう関わってるから、不正になるからダメだって、運営さんから断られてるんですよ。フェアにやるかどらっこ、て。YouTube の運営ってこと？そあ、れ。違います。YouTube のその、ダンカンさんあ、ダとンカか、ンチャンネルの運営ってそうこです、そうです、そうです。と？ええー。はい。あ、そうなんだ。はい。だから僕は出別れにないんでよ。す。今のところ誰が出るの？ですね、今決まってるのを読み上げますね。ちょっと待ってもらってもいいですか？今、ツイッター見るあ、んいで。いよ。はい。全然いいよ。昨日の夜に、公開したんですよ。募集をかけたんですよ。で、上から行きます。踊る便所太郎、小島グランプリ、有名どころ行きますね。いいよ。決めどころだけでいい。はい。荒野ひどんな、野田ゾーリー、三枚目光、あ、すごいじゃん。あと柏木も来るって言ってます。名だたるメンバはい。ーだあし、とねる、柏木が一番面白いよ。はい。あとねるちゃんとほなちゃんですね。ねるさんとほなちゃネん。ルもやんの？はい。ねるさんがさっき5分前ぐらいにリツイートして参加するって。へえ。だから、じゃあなん俺か、も参加しようかな。マジですか？いやね、なんか面白そうじゃん、それ。でだも、から香川さ、一はい。斗噛みしたいんだよ、今ああ、はいはいはいただの人でしょ？はい。はい。多分自分はバーとかやってさ、クソみたいなバーでさ、客も来ねえわけだよ。で、今もうね、あれ、ちび病に任せて、で、自分はもう飽きたわけよ、そういうことに。だから、それでさ、要は自分がうだつが上がらないから、やきもちやってんじゃない？あと、ゆいがさんもディスってんすよ。ゆいがさんが昨日ディスって、香川さんが今日ディスって。なんか毎日、あと、ああ、なんかもうその時点で共通点が出るじゃん。あと、ツイッターでディスってんのもう一人いて、よっさんもディスってます。この3人が、もうその時点で共通点が出るじゃん。そうっすね。もう共通点はもうその3人の共通するところは、はい。つまらない。ただただ。で、プライドがだから、高、例えプライばドがさ、高い。そう、小島とか光とか、はい。言っちゃえばさ、ベンチャーなんてさ、言っはい。ちゃえばそういう面白いことに参加しようっていう、はい。なんかさ、俺たちがはい、配信者の代表みたいな、はいスはいはい、ラする人間じゃねえじゃん、そうっすメンね、ツが。そうっすね、だからいつでも俺はだって全然面白いことはやりたいし、い、はい、いや、だから僕、もう笑ってくれるんだったら俺どんなことでも参加したいなって思っちゃう人間だから。ダンカンさんの無茶ぶりってえぐいって言ってるんですけ絶対面ど、白いって。僕違うんですよ。僕無茶ぶりで、セルフの無茶ぶりで、真冬の海に飛び込んだりとか、自分のうんこ食う人を知ってるっていう風にずっとプッシュしてたんですよ。やめてよ。それでそんなすげえやついるんだってダンカンさんがなって、じゃあ配信したってなったんですよ。誰とは言わなかっだったんですたらけど。俺出るしかないでしょ。ツイートしてくださいよ、ぜひ。あ、分かった。じゃあちょっと今運転中だから家帰ったらさ。あ、URL 送っておきます。あ、分かった。はい。もう絶対出ますよ、それ。だからむしろ出させてほしいね。面白いですよね、なんか。絶対自信あるもん、笑わそう。せる。しかも、なんか僕、そのテレビだったりとか、ダンカンさんのだけで完結したら美味しくないと思ったんですけど、運営さんが配信者も儲かるようにって、分かった、閲覧も稼ぎたいのねって言って、自枠でやっていいよっていうところまで取れてるんです面よ。白いよね。ですよね。で、みんながみもうん絶な、対それは面白いって。てか、やらないわけにはいかないよね。はい。だから香別に、川とか予算とか、結はい。局、リーガはい。ー、なんか変にプライドが高くてさ、はい。中身ないのにさ、なんかほんとなんかもう、ほおずきみたいなさ、スカスカのくせに、はい。なんか仰々しいやつばっかじゃ、なんかさ、理屈ばっかこねて、だか何ら、にも面白いことはやれないよ。僕だから出ればいいのにと思ったんですよ。で、出ればいいそう、よね、出そんなて、に否定するなら。目の前で本人にそれを言ったらかっこよかったと思うんですけど、自白で言ってるだけじゃないですそうだか。よね、ですよそうだね。よね。だからそれなん言っかた。さ、なんか土俵の外でさ、ヤジ飛ばしてさ、そうです、そうです。なんか格好悪くねって思う、俺は。ですよね。で俺も、はそれはすごい面白いな。むしろダンカンが見てくれたっていうのは、はい。
なんかの目に留まったっていうのはある奇跡だし、そうですよね。でそこによって例えば荒野とか光とか、はい、ベンちゃんとかが出るっていうのは、はい、そいつらはやっぱ面白いことをしたい人間なのよ。そうですね。で、ただツイッターが書類選考になるんですよ、ツイッターとその入力フォームが、はい、でそこからやっぱ数十人に絞られるみたいです。まあそうだよね、そうだよね、はい、でやっぱりそこでなんかその経歴とか調べられるって言ってました。そうか、じゃあ俺はもう正々堂々とやって、はい、はい、絶対俺面白い自信あるからですよね。鮫島さん絶対強いですよね。絶対だって俺なんで死ぬことだってできるよ配信で。え、俺別に放送事故じゃないですか、ただの笑えれば死んでもいいよ。マジですか。じゃあ当たり前じゃんそんなの。じゃあちょっと僕見届けますそれ。じゃあ今から新宿迎え行くよ。意味が分かんないです。ああ意味分かんない。一緒に死にに行こうぜ。いやいやいや絶対嫌です。僕絶対やだ。僕のんちゃんいる。何が言いたいの香川は。いやなんかすげえごねてましたよ。なんか上から目線が気に入らねえとか言ってて、いやダンカンさんの方が上ですよって説明したんですよ。あなたよりも、そう、あなたよりも実績あるし世間一般ではダンカンさんの方が上ですよって言ったら、それがダメなんやお前のってすげえ怒られました。何がダメなの。いやだからそういう気概だからって、芸能人は頭下げさせろみたいな。気が良くないってこと。そうです。何言ってんの、ダンクに勝ってるわけねえじゃん。ですよね。だからいやだ、そんなことばっか言ってたから誰も仕事来なかったんじゃないんですかってズバッと言ったんですよ。そうだね、そうだね。だから僕はそういうのになんかそういうのが嫌だから、なんかチャンスある人がチャンス掴んでもらいたいし、うん、ダンカンさんも面白いねって言ってもらって、運営も、うん、全員ウハウハになったらいいじゃんって言ったら、やっぱウィンウィンだよね。ウィンウィンですよね。そこでなんかさ敵対視してさ、はい、なんか頑固なジジイだなって思う俺。うん、なんかだって香川なんか昔はなんか例えばさ、あのなんだっけ、あの女、はい、あの M たんだっけ、はい、にションベン引っ掛けるとかさ昔やってたわけじゃん、いろんな。ですよね。いつから守りに入ったの。なんか正義感の塊みたいなキャラクターになってますよ。なんか気持ち悪いよねそういうとこね。なんか綺麗どころみたいになって、なんかね路線変更しましたとか言って、はい、ちなみにでもお前の綺麗なとこ見たくねえし誰も。ちなみに鮫島さん、もしあの南関塾1期生に選ばれてあの、はい、優勝するとビートたけしさんからコテハンもらえます。あ、それはいらないや。あ、いらないですか。それは別に興味ない。それはいらないですね。了解です。別に俺は笑いをしたいだけ。生主ですね。別に俺はそんなね称号だとかが欲しいわけじゃなくて、なるほど、絶対俺は面白い自信があるから。なるほど、笑いを取りに行くと笑いです。当たり前じゃん。ただそれだけ。かっけえわ。別に大使のね小手はもらったって俺は鮫島には変わらないんだから。まあ確かに、はい、そんないらないし。確かに。ただ逆に言えばその面白いのは俺に決まってるから。はい、そうですね、うん、まあまあまあ当たり前じゃん。だってお前和道と真冬の海入ったりさ、はい、入ったりさそうですね、ケツの穴にぶつら突っ込んだりしてんの、はい、武士軍団に一番似てんの俺だよ。いやだから僕鮫島さんのずっと説明してたんですもん、そう、うん、あの運営さんに鮫島さん名前言わなかったんですけど、ね、とんでもない人がいますよって、うん、そういう業界ですよって。はい、業界って言うのよ。あ、じゃあ業界、あの配信業界、業界です。鮫島さんのことよ。だからやっかみなんじゃないしさ、はい、あの輪に入れないみたいな。はい、うん、うん、かわいそうな人なんだよ。はい、いやだから悔しいんで絶対成功させます。僕あの絶対成功するよ。いやっていうかダンカンさんとこんだけのメンツが集まったら成功しないはずがないじゃないですか。だってもうメンツだらけ豪華だし、はい、もう全然失敗する要素はないよ。はい、で、あの多分書類選考が100人ぐらい集まったらもう締め切りで、もう20人ぐらい、もう初日まだ24時間経ってないのに20人来てるんですよ。うん、締め切りはいつ。締め切りは100人ぐらい来たらもうパンクするんでブツって切るって言ってました。あ、だから早いいじゃん、早いもん勝ちで行こうっていう。面白そうじゃん。はい、俺は乗りたいね。はい、あのツイッター送っておいたんで、あの、分かった分かった、はい、あのちょっと家帰ったらやるわ。はい、で南関塾ってツイッターでエゴサーチすると、うん、多分いっぱいいろんなことが出てくると思うんで。あ、そうなんだ。はい、今もうなんかみんなが文句言ってますね。ヨッサンとかネルさんとかいろいろな人がいろんなこと言ってます、うん、まあほっときゃいいんじゃない。そうっすね、はい、だってヨッサンがさ、はい、何が面白いのって話になるじゃん。うん、ユイガと香川が何が面白いの。お前らがさなんか代表みたいなね配信会のご意見番みたいな、なんか大御所みたいなこと言ってるかもしれないけど、はい、香川なんてこうそういう便乗やんなかったら閲覧100とかなわけじゃん。そうですね、正直だってもう何年も、うん、香川と俺とかさもう一応結構昔からやり合ってた仲だから知ってます。なのに、はい、今じゃもうね本当
パトネのやつに閲覧抜かれて、だって僕に抜かれてますよ、クソみたいな配信しかしてないわけじゃん、うん、別にお前のダイエット企画とか誰も見たくねえし、はい、うん、はい、一人で痩せろよ豚とか思うし、うん、うん、了解です。でだけどワドはそうやっていろんなことにチャレンジしてるっていうのは、やっぱ俺はそれを褒めたいし、ありがとうございます、頑張ります。もちろん失敗だってあるけど、はい、絶対うまくいくっていう保証はないけど、はい、いやそうやってね、はい、貪欲に自分の足で稼ぎに行くっていうのはやっぱ立派なことだと思うよ、はい、ありがとうございます、頑張ります。でそれが例えば大手にこびるなとか言っても、はい、こびてでも自分の名を残すのは大事なことだから、うん、ね、だったらね、なんかプライドでなんかプライドだけで突っ走るよりも、はい、絶対柔軟に考えた方が伸びるから、はい、うん、了解です、頑張ります。すいません、なんかありがとうございます。いやとんでもないとんでもない、はい、多分あのツイッター見たらわかると思うんですけど、分かった、あの参加表明ってやってコメント付きリツイートすると、うん、運営さんからあとは DM とか、あのやり取りが来るんで、あ、了解了解、参加表明でいいのね。違いますね、ツイッターに書いてあります、団官塾参加表明と、あとなんか自分の思いみたいな、俺はやってやるぞとか、あ、なるほどなるほど、はい、それリツイートしたらみんななんか問い合わせ来てるんで、あ、分かった、はい、了解、よろしくお願いします。わかりました、じゃあ頑張って、はい、失礼します。あの光に教えていいから、全然、あ、了解です、伝えておきます、うん、はいはい、失礼します、うんうん、ということです。鮫島さんでした、うん、はい、うん、いや悔しいでしょう、うん、悔しいよ本当に。あ、アイテムたくさんありがとうね、鯉のぼり、あの無料チケット10枚手に入りました。バガありがとう、ふわまるさんありがとうございます。いやなんか嬉しいな、なんかでも批判する人となんかこうね、いろいろあって面白いね、うん、だって俺もうずっと寝てないんだよ今回の件、なんかずっと炎上してるからさ、もう寝るわさすがに。うん、アイテムありがとうね、みんな、ありがとうございます、花火ありがとうございます、匿名さん花火ありがとうございます、頑張ります。はい、いや成功までほんと気に抜けないんで、あのまだまだ多分ね、5月の末か6月の頭ぐらいからオーディションがスタートするんじゃないかっていう予定で動いてるんで、あの頑張らさせていただきます。でもしね、あのこの企画向いてる配信者とかいたらぜひ紹介してください。ここの URL ぜひねリツイートしてください。この拡散希望の URL リツイートしてもらえると、あのもしかしたらね、リスナーさんって配信者とつながってることが多いんで、あの配信者に届いて自分のね推してる配信者が活躍するかもしれないんで、もしよかったら拡散希望の URL ツイッターなんでリツイートお願いします。書類選考ってできるレースでしょ、蓋開けたら大手だらけ、力のある人が残るだろうね、うん、だから頑張らないとダメなんじゃないの、うん、出来レース大手だらけかどうかは分からないけど、でもあの数字を持ってる、面白いことができる、力がある、そういう人が選ばれるんじゃないですか、それは普通のことだと思いますけど、はい、あの力のない人はこの世界ではあの人の心をつかむことはできないし、フォローされないんですよ、閲覧も取れないんですよ、うん、だから別に変なことではないと思います。あ、気にしないよ、何、応援してくれる人もたくさんいるから、批判する人もたくさんいるけど応援してくれる人もたくさんいるから、うん、俺はなんかこうなんだろう、乗っかってくれる人と人のバックアップする感じだから支えます。クラッカーありがとう、ラニ、嫉妬中ほっといて和道さんやりたいことやってください。っていうかね、最後に一言だけいいですか、香川さん、僕運営じゃないです、すごく傷ついたのが、僕運営ですらないんです、そこだけ覚えておいてください。運営ですらないんですよ、運営さんのお手伝いさんなんで、僕に権限は何一つありません、はい。説明係なんで、ただのコールセンターみたいな、ボランティアなんですよ、ただのコッパ野郎なんですよ、うん、ありがとうございます。いやただのボランティアだから、そこがなんか裏方みたいな、こう俺ただのもう本当にコッパ野郎なんで、あのそこだけ皆さん勘違いしないでください。僕に何の決定権もないし、
僕に出るわって言っても、いや書類選考リツイートしたら出れますよっていうだけなんで。うん、南川さんって家近いよ、知ってるね。うん、そうだよ、家近所だよ。うん、いや本当お疲れ様ですよ。なんか、いや勉強勉強、だから俺は未熟だから勉強ですよ。アイテムありがとう、あ、なんだっけ、勉強でしょ。うん、だって俺まだ5年目だよ。それこそ先輩配信者ね、学ばせてもらってる立場だから。ダンカンさん好きでしょ？シックスナインのくだり、俺一人で笑ってたのに。誰も笑ってくんねえ。シックスナインのくだり面白くなかった？こいつらマジかよって思ったもん。俺 URL 送って一人で爆笑してたの。一人で博士とダンカンさんがシックスナインしてるくだり一人で爆笑してたんだけど、マジかよって思って、誰も笑ってねえと思って、悔しかったよ俺は。マジなんで笑って書かなかったの？あれ面白かったでしょ、どう考えても。どう考えても笑いたいでしょ、あれ。いや、だってそういうことでしょ。ダンカンさん来るんだから別にいいだろうっていう。関係ねえだろうっていう。ねえ、ダンカンさんに会いてんだよ、俺らは。うるせえよっていう。たけし軍団最高だろ。どう思う？バカありがとう。たけし軍団会いたいでしょ？配信で見たくない？見たくない？どんな無茶ぶりするのか見たくない？見たいよ。その伝説の。本当かどうか確かめるいいチャンスじゃん。俺は見たいね。配信者がどうなっていくのか。今後。俺は見たい。風船ありがとう。ジプシーロマンさんありがとうございます。風船ありがとう。クラッカーありがとう。解放。ねえ、たけし軍団の、ねえ、たけし軍団がフライデー事件とかみんな知ってるわけじゃん。とっぽいのは。イケイケなのは。関西はオフィス北抜けのテレビ。ああ、それだ。俺らのノリと関西のノリ違うんだ。すごいブレンドさん。絶対これ関係ある。要は俺らの世代なのに、たけし軍団とかのノリがなんかないやねん、誰やねんみたいな。それだわ。関西は井手らっきょうの方が有名だろみたいな。そうだ、世代的にもそうだし、あの人関西で京都の人だから。それだ、なんとなく分かってきた。だから屋敷鷹人って言ったら分かるんだよね、多分。そういう屋敷鷹人ではないか。それ絶対あるわ。そうだ、関西吉本の牙城だわ。いや、全国放送でもあるんだよ、そういうの。だから、分かった分かった、それ一番納得できた。要は関東の笑い否定でもあるんだ、本音は。なるほど、結構いい分析だねそれ。いや、でもそれ分かる、ちょっと。ちょっとそれはすごい深読みしてて、確かに影響力関西ではね、違うよね、多分勢力図的には。なんかすげえ説得力、一番説得力あるコメントだった。なるほどね。いや、俺がやってるわけじゃないよ。俺は配信者で、なんかこう面白いのが見たいっていうか、ただそれだけだから。面白くなりたい。だから参加してくれる人は本当にね、どうなるんだろうっていう、この人たちがどうやって活躍するんだろうっていうので、結構俺は注目してるけどね。だってさ、たった一日でダンカンさんなんて影響力ねえよって香川さん言ったけど、ツイッター見てみて。昨日なのに、ダンカン塾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 で、こんだけの評判だよ。これが影響力ない人なの。ねえ。たった一晩でさ、ツイッターのフォローもアカウントも作ってなかった、 YouTube も作ってなかった。で、昨日ようやくその公開しただけでこんだけの影響力あるんだよ。これが影響力ないの？ダンカン塾でエゴサーチしてごらんよ。昨日だよ、始まったので、よう挑んで始めてこれだぜ。普通に影響力あるでしょ。俺はね、参加が企画できないの。ずっと裏方でその配信者のことを説明してたから、和道さんが出たら不正になるって言われたの。要は、こんだけ内情が分かってて、他の人と用意どんでやってもダンカンさんに受けることとかもう分かってるし、
そのなんつうの、どうやったらウケるかとかバレてるし、他の配信者のリスナーさんからすると、和道がもし仮に受かっちゃったらできレースになるでしょって言われたの。俺は出たいって言ったの。こんだけ関わらせてくれたんだから売名させてくださいって正直に言ったの。ダメだって、うん、それはダメですよって、それは業界としてフェアにやんないダメでしょって言われたの。で俺は納得したのよ。そうで、運営ですらない、演者ですらない、ボランティアスタッフみたいな状態でこんだけ叩かれてんだよ。なんで俺こんなボロボロ言われないといけないの、香川さんに。俺数ヶ月動いたぜ。なんで俺の数ヶ月間さ、こう一生懸命配信会のこと考えたのに、香川さんのたった一枠でムカつくわ、ダンカンムカつくわ、許せねえわ、偉そうに、和道ってやつもないやって言ってあんだけボロボロ言われたんだよ。ふざけんじゃねえよマジで。それは一言も返すでしょ。ボランティアなのにね、完全にみんなから花火もらって生かされてる時間で俺は勉強してたんだよ、学んでたんだよ。で配信会の自分が出る、正直言う、正直言う、俺は自分が出れると思ってたの。正直コネを作ってたうん、正直司会ぐらいやらせてくれんのかなみたいな、ちょっとあったよ。ダメですよって、ある北子さんが司会に決まってるじゃないですかって普通に言われたからね、うん、ダンカンさんの隣に座れると思うなよっていう、そういう世界ですよ、うん、まあだからコッパ野郎だよ、コッパ野郎、コッパ野郎のパータローだよ。いやそう、まあ正論だよね、そうだから頑張ります。いや笑うでしょ、グーの音も出ないでしょ。お前ダンカンさんの席に本気で座れると思ってんのっていう、ダメっすかって言ったら、ダメに決まってるでしょって、じゃあ演者で出ていいっすかって言ったら、ダメでしょって言われて、どうすればいいんすかって言ったら、いやじゃあなんか配信のことダンカンさん分かんないから説明に来てって言われて、はいって言ったよ俺は。みどりさんとかよくわかんないでしょっつって、そうですねって、野田ゾーリもわかんないでしょ、そうっすねって、ティロフィナーレカカもわかんないでしょって、じゃあ僕が説明しますっつって、そういうことですから、皆さんあのよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ダンカン塾よろしくお願いします。こちらの方リツイートしてください、力貸してください。配信者はぜひぜひ参加してください。挑戦者お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。今度こそ寝ます。おやすみ。もう二十何時間起きてるよ。おやすみなさい。リツイートよろしく。